はい、レオンです。今回は BOCW でニュークタウン尽くしのキルコンファームドで遊んでみたいと思います。今回全員乗らずですね、キルコンファームド、キルコンファームド、チーム U チーム、我らの自由を守るんだ。今回もこの高山和美のクラスでフローゼン挑戦、 M79 スティームショットセムテックスセンサーマインのクラスで暴れてみたいと思います。主導権を取ったぞ。難しいんでね、この武器。ああ難しいな。あ、これ腰打ちいいかもしれんな。あ、腰打ちいけるかもしれない。ああ、でしょ、あっ、キルやってないのか。あれおかしいな、今なんかキルやったような感じなんだけど、やってなかったんですか。全然ダメだよこの武器、もう二度と使わないかもしれない。あれ、キルやったの。強いよ、でもね、死んだよ、あれね、二度と使わないって言っちゃったんだけど。あ、これ分かった、反動があるからさ、反動が上に行った時に下にしとけばいいんだよ、レバーを。そしたら、あの、右側、エイムするのはここだから、右だから。オッケー、分かったよ。敵の偵察機が接近。R3 で、のキノコを、下にすればいいんだよ。そしたら、リコイル制御できるんだよ。引っかかるのよ。敵のカウンター偵察機が接近。これ使おうか。あれがおとなしくしてたら調子乗ってよ。あ、すごい、連キルがバンバン決まってる。すごくひどいな、これ。あら、これ近接攻撃のばっかりですね。敵の偵察機が接近。よし、練習もやってるんで。あ、敵のカウンター偵察機が接近。あ、味方か。リスポーンがどうなってるんだこれ。さっきよりキルできてるな。スモークちょっといい加減にしてほしいよ、本当に。ああ、ちょっとスモークがすごいことになってんだけど。おお、さっきより全然いい。さっきハードポイントやったんだけど、さっきよりキルなんかできそうだけど。上空に敵の偵察機。敵の偵察機を複数検知した。よし、センサーマイン。誰のためでもない、祖国のために勝利するんだ。結構激しいな、負けてんのか。シュンサイ、あ、ナパーム。めっちゃ揺れるからな、これ。おお。こっちにいるだろ。おーい。
年の近接近接の巻きか今日は今回負けについては山ほど話をしなきゃならんだ。 CIA 帰還しろ。キルそんなにやってんねんかな。ヤツらに手ひどくやられた。これでも全部取ったからようやくだよ。まあ、13キルか。今回のめっちゃ試合展開が早かったな。マズルブレーキ解除したのか。あ、迷彩も解除してるね。13キルですね。イーブか。ようやく取り終えたな。まあ、成績悪いけどもういいよ。これスナイパーライフル難しいからね。13キル13です。キルで 1.00 こうですね。迷彩も解除でこういう感じで。迷彩チャレンジは進んでない。難しいですけど、さっき少し慣れたね。今回マズルブレーキのマズルのあこれだね、スタビライザー50BMG 改良されたマズルブレーキによりエイム中の武器のブレが軽減。エイム時のブレ制御プラス 12%。 こっちがいいっすね。迷彩も解除してますね。あ、してないの。あ、こっちで解除してるのか。あー、これ全部やってるんだ。あー、30キロまでやってるんだ。この M79 これ難しいけど少し慣れたね。うん、これまたいつ使うか分からんけど、しばらくちょっとクラスから外すから、スナイパーライフルは。うん、これは何、これにね、アサル、あのタクティカルライフル入れてるんだよ俺。あ、違うか。あ、違うな。ここにねライトマシンガン入れてるんですよ。だから外すんで、またいずれ使おうと思うんだけど。はい、以上にしたいと思います。これで全武器も取ったから、アサルトライフル全種類で、小サブマシンガンも、で、タクティカルライフル、ライトマシンガン、で、今回のスナイパーライフル全部取って、で、サブウェポンも、ハンドガンも全部取って、ショットガンも取って、ランチャーも取ってるでしょ。近接武器はこれはまだアンロックしてないから、これナイフとあと特殊装備、今回のこの M79 で R1 シャドウハンターも全部取ってるから、また多分ハンドガンのチャレンジやるんじゃないかな。あ、レベル上げやるんじゃないかな。はい、以上にしたいと思います。今回高山和美のクラスでこの M82 のフローゼン挑戦レジェンドに M79 でスティムショットセムテックスセンサーマインでパークはエンジニアフラッグジャケットスカベンジャーリストックコールドブラッド忍者にパークグリードスコアストリック構成がケアパッケージデスマシン巡航ミサイルというカスタムでニュークタウン24分の7のキルコンで遊んでみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。